ども、次がね、まあ、初の日卓さんレビューさせていただきまして、はい、まあ、一応商標も日卓やけど、うん、まあ、ちょっと違うよ、うん、まあ、初の、まあ、純日卓ぐらいので、日本で最も売れてるガモのファスターク G1、はい、これはもうすごかったんじゃ。でもこれいい、もともと嫌いだっていう情報から始まってる、うん、V も、うん、でもしてほしいって言われたから、リスナーの声に合わせて俺はやったわけよ。そうです、うん、じゃあこうなってしまった。はい、でいいとこも探したよね。探しました、一生懸命ね。だから動画で20分ぐらいあると思う、はい、にもかかわらず、まあ、見つけきれんかったな俺らだよな。あるんやろうけど、 でもファスタークがいいっていう人はファスタークね、うん、ずっとファスタークがいいとは言うから、はい、どうですか、長所ございますか。はい、軽くて高性能、うん、まあ、軽いな、テンプレやね、うん、軽い、うん、軽い、確かに。ミート気味で打ったらやっぱりいいな。あ、もう擦るっていうかちょっと当てながら、当てこすりみたいな、うんうん、そうやな感じで打ったら、まあいい球出ますね、うん、まあ短所ございますか。短所、ボール走らん早いな、ボール走らん、うん、もうスパーってこう回転だけやと飛ばない、うん、弾道が直線、うん、チップするじゃあ、どこないから、まあ、俺はな、うん、まあ、ほんま嫌いっていう球ある、まあ、癖球って出るわな、うん、良さが、うん、まあ、軽いし、まあ、万能系に入るやろうし、で打っても、まあ、女性の方でもいいやろうし、うん、まあ売れてて、まあ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 おかしくないんじゃないっていうラバーではあるやんか、うん、俺らの周りな、周りは好き好んで G1 使ってる子は俺の周りにはおらん。
俺 G1 じゃない絶対嫌なんですよっていう子はおらん。まあそうやな、まあでも個人差があるから、もちろん、うん、まあうちで使うのまあ純がバックで使ってんのかな。あ、まだ使ってるんや、うん、だって1話ってあれもらえるから。うん、これ10作品目、うん、ロゼナ。ロゼナ前評判というか俺らが聞いとったのは、うん、悪かった、めちゃくちゃ悪い名前や、こんな売れてるイメージがないって言ったら、一応日本で3番目に売れてるから。長所いいですか。はい、飛びすぎないので安定します。お回転かけても飛ぶし、手にしっかり響くし、コントロールしやすいし、コスパがいい。めっちゃいいやん。めっちゃいい。これもかなり長かったね動画。うん、17分8分だったんちゃうかな。でも実際撮ってるんで多分1時間ぐらい撮ってるのこれ。長かったね、悪いとこ探すために。良すぎて悪いとこがなくて、結局比べるところって手ない人と比べるやん、うん、ってなったら負けるけど、他のラバーと比べたら勝つんよね、うん、スポンジが今やった。そやな、スプリングスポンジやわ、うん、あれはすごいな。うん、短所一応ある。まあテナジーに比べたら回転量がまあ落ちる、うんうん、まあ、シートの差やろな、うん、ボール全体の質もテナジーよりか落ちる、うん、けどまあ問題ないぐらい、うん、まあ、一番あったコメントっていうのが寿命の話。ああ、うん、シートがやっぱり、あ、そうね、うん、自分セミみたいな話しとっちゃったやんか。セミどころの話じゃなかったもん。1日2日でほんまに死ぬって言ったから。マジ、うん、テナジーやん。テナジーより先に死んだ。しかも中級層の方がロゼナを使って死ぬわけやんか。じゃあ上級層のヤンマが使ったとかタクとか、あとはジュンちゃんとかインパクト強い子がこれでガチでしたら1時間もたんのちゃうかもしらんで。じゃコスパいいか分からんな。そうやね、だから結局のところ俺らが導き出したのは、いや、じゃあテナジーでいいやん。まあそうや、何、ロゼナを使う必要があるん、ロゼナ飛ばんから扱いやすい、うん、だバックでいいよな。バックでそんな頻繁に使えへんし、うん、ブロックぐらいでしねえへんやん、なかなか。まあフォアは結構振る機会多いから、うん、まあ、バックにはおすすめかな、軽いし、うん、まあ、こんな感じかな。10作品どうですか、改めて振り返ってみて、10作品一番印象に残ってる、レビューございますか。まあ、動画でもいいですし、あのラバーでも、はい、Q5 の匂いかなり臭いやん。だから開け、匂ってないやん、パッケージ開けたら。そう、何の匂いってなったもんな。これともう一個臭かったのあったやん。え、ハードブルーじゃなくて、あ、エボリューションだよ。エボリューション臭かったっけ。俺も覚えてないわ、その程度やんだから。だからそれぐらい量がしてきたっていう Q5 が、うん、だから匂いだけいったら手なしに来いじゃん。うん、はるかはるか、うん、上まあ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 、まあ、まあこんな感じで、まあ、10作品終わって、はい、うん、次も多分やるから、次がまあラザンターからスタートするんで、はい、はい、なるほどって思った方はチャンネル登録高評価お願いします。やりすぎやろ。おもろいよ、おもろい、ほんま？オッケー、バイバーイ。すごくためになる動画
射されろ。だ、イメージどうやった？キナのと大きかったかもしれん。いや、